さあ、で始まりました。もちゃちチャンネル。さあ、ほい。平田ゼア、どうも、もう一回いきます。自分の平田ゼア、どうも、早稲田北陸代表の平田です。今回は、早稲田の文学部に関する話にしていきたいと思います。本当に合格の鍵とかまで全部話していきますんで、うん、来年受験される方にとってバイブルになるような動画をね、目指して作ってまいります。うん、まずは、まあ、いつものごとく、ちょっとやっていきたいと思うんですけれども、データを見ていきます。はい、こちら。ドン。まあ、早稲田文学部にちょっとこう惜しくも不合格になった、うちの元生徒なんですけれども、この方、多学部2つ3つ受かりまして、まあそのどっかに行ったっていう感じなんですけど、うん、まあ、やはり、毎年ね、もういつも言ってるんですけど、ある程度力がある人であれば、複数ね、受験しておくこと。うん、そうすると、どこかしら引っかかるからっていうことなんですよね。力上げた人、やっぱりもう最終的には合格戦略、最後にして最強は数打つことです。うん、なので、必ずね、やっぱり2個3個は受けといてほしいなと思います。で、文学部のデータは今回これ24年のもの見ていくんですけれども、まあ、まず早稲田文学部そして文化構想学部にも言えるんですけれども、どちらも200点満点です。英語75点満点、国語75点も門点。もう、俺ぐらいになると門点ですよ。で、はい、日本史50点満点というところで、まあ200点満点なんですけども、これね、毎年もそれ言ってるから、まあ過去の動画とか見た方なんかはもう耳にタコができるみたいな感じだと思うんですけれども、赤本とかね、青本とか、あるいはネットのね、データとかでは、標準化5の点数しか出てないんですよね。はいはい、成績標準化5の点数。でも、実際はその点数取っても受からないんだよって。成績標準化なるものがなされています。今一度簡単に話しておきますと、早稲田大学の入試では成績標準化というものが行われます。簡単に言うと、皆さんが実際に取った点数が、例えば140点ぐらいとするじゃないですか。そこから他の人の平均点の具合によってマイナス10点だったりとかマイナス15点ぐらいだったりとか下げられたりするんですよね。こういった現象が起こります。これが成績標準化なんですね。で、なんでこんなことが起こるかっていうと、合格者をこうたくさん取りすぎてしまわないようにっていうところで、まあ早稲田大学がこれぐらいが平均点になったらいいなっていう数字があるんですけれども、でもその数字の通りに受験生が平均点を取ってくれるとは限らないわけですよ。受験生が取る平均点の数値がもっと高かったりすると、もし合格最低点のラインを一定基準にしちゃってたらば、これ合格者がたくさん出ちゃう可能性というのが多々ある。で、そんなことが起きると、いざ合格者たくさん取ったけどクラスないとか席がないとかになったら大変なんで、だから実際の平均点と、まあ、大学側が想定する平均点の差の分っていうのを差し引きして、で、まあ、こう調整する。これがまあ成績標準化と呼ばれる現象なんですけど、まあ難しく考えなくていいです。大抵皆さんが取った点数から幾分か点数が引かれるんだなぐらいに思っておいた方がいいので、ということは皆さんは合格最低点として発表されている点数よりももうちょっと高く取らないといけないということなんですね。まあそういったお話ができるのはプロじゃないとできないので、で、そういったお話をこの動画でやっている。このね、話をしてるのって日本で森鉄チャンネルと早稲田合格塾 YouTube だけです。あらいろいろ見たんだけど、はいはいはい、なぜかというとデータをちゃんと追っかけてるの我々しかいないからです。あら、もったいない、はい、見ないでもったいない。それ見ないで受験しに行ってんだよ、だってそうっすね、ほとんどが。この方、英語40点、国語61点、めっちゃ取ってますね。うん、で、日本史37点。で、この方の素点合計が200点満点中138点なんですね。うん、で、この方が標準化をされると、このね、右のようになります。合計 121.972 となりますね。だから、マイナス16点ぐらいされてるんですよ、この人。なので、もしね、この人が素点のまんまでね、判定されてたら、合格最低点が 130.4 だから受かってるんだけど、うん、そうならないっていうのが、さっき僕が申し上げた現象なんですよね。これなんでこんなに引かれるのっていうと、平均点の数字見てください。平均点の合計が 123.137 なんですよ。こっからマイナス16点されてるってことは、つまり早稲田大学が標準点って僕はよく呼んでるんですけども、想定している平均点の値っていうのがおおむね106点から108点の間ぐらいなんですね。毎年数年前は102、3点ぐらいだったんですけど、昨今ちょっとこう標準点のラインを上げてきました。まあ標準化のちょっと数字がさすがにあんまりだろうっていうことでちょっと上げたんだと思うんですよね。106点から108点の間ぐらいだというふうに想定されるんですけれども、まあ、その数字と実際の平均点との間の数字がね、こう引かれてマイナス16点されているっていうような形になっています。で、ということは、まあ、合格最低点が 130.4 でマイナス16ぐらいされてると、まあ、これね、素点が高くなれば高くなるほど標準化の影響も小さくはなってくるんですけれども、単純計算でですが、予想合格最低素点が、まあ、145、6点ぐらいなのかなっていうことが想像されるってことなんですね。なので、この年24年で早稲田文学部に合格したかったら、145
45、6点素点で取ってないと合格できなかったよねっていうのがこう結論なんですよね。145、6点ということなんですけど、言葉に出せば7割ちょっとっていう話なんですけど、結構難しいです、はい、145、6点を実際本当に素点で取るのが。普段は僕は145、6点素点で取るのって結構大変だよっていう話をするんですけれども、まあ、そこで話が終わるんですよ。今回は実際にどれぐらい大変かっていうのをちょっとシミュレーションして追ってみたいと思います。なるほど。まずね、英語からいきたいと思うんですけれども、まあ、英語だけに限った話じゃないんですけど、これ過去のデータも見ていくと、平均点今回が 123.137 だったんですけど、平均点がまあ120超えてくるっていうのは、文学部や文化構想学部ではそんなに珍しくないんですよ、実際のところ。で、平均点が120を超えてきた時に、国語と英語の素点合計が105点を下回った人、合格可能性がほぼゼロです。つまりね、国語と英語で105っていうのは150点満点で105だから、まあちょうど7割になるんですけど、国語英語で150分の105をやっぱり下回らないっていうことがまず細かく見ていくとすごく大事なんですよ。やっぱ選択科目って50点だから、だけど国英って75点ずつあるんで、やっぱ配点が大きい分ここで稼がないといけないんですよね。で、英語からちょっとシミュレーションしていくんですけど、文学部文化構想学部の英語は全部で大問が5個あります。大問1が空所補充、大問2が内容一致、大問3が文章挿入、大問4が会話で、大問5が要約英作文っていうことになってくるんですけれども、これちょっとね1個ずつ見ていくんですけど、まずね、大問1番、この空所補充が全部で14個あるんですけど、ここをね×5で切り抜けたいです。×5で切り抜けないとなかなかちょっと勝負が難しくなってきます。で、×5っていうとね、数字だけ聞くといけそうな気がするかもしれないですけど、皆さん森田先生の毎年の好評動画見てみてください。意外とむずいですよ、14分の5しっかり取るのって。難しいです。まあまあ年によりますけどね。そして点を取るポイントはこれ大問2から4にあります。大問2から4をやっぱりいかに限りなく満点に近づけるかっていうのがポイントなのかなと思うんですよね。確かにね、引っ掛けっぽい引っ掛けみたいなのもまああるんですよ、内容一致一つ取っても。ただ例えば大問2とかだと本当にえぐいとか、これはちょっとめっちゃ迷いすぎるだろうみたいなものを除いても、まあ10個中×2とかで抑えられたりみたいなことってザラにできるんで、だからやっぱね、大問3、4がちょっとクセモノではあるんですよね。なんでかっていうと、一箇所入れ間違えるとドミノ式に行っちゃうというか、大問3、4のミスを×2までずつに抑えられるかというところ、ここもポイントなんですよね。そうですね。だからこれがむずくなっちゃったんで、昔よりだいぶむずいですね。やっぱそうですか、挿入が、だからかなり運ゲー要素が高くなってるって思うのはここですね。ここをまあいかにこう切り抜けるかっていうところで、まあそのコツはね、内緒です。内緒、ね、そう、ごめんなさいね、ご入塾はこちらからみたいな感じになっちゃうわけなんですけどもね。まあ本当にここが難しいんですよね。だから結構どこで勝負が分かれるかっていうと、本当にこの大問3で ×2 と ×3 って全く世界が違うんで、だって ×2 って7分の5じゃないですか、ってことは7割超えてくるんですよ、はい、だけど ×3 で7分の4になるともう6割下回るんですよね、数字としてはね。それぐらいの差が生まれるんで、でさらに大問4の会話も同じくですね。大問4の会話ってね、取る人はね本当満点とかいっちゃうんだけど、やっぱ間違える人ってもうチラホラチラホラポロ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 いっちゃうんですよね。まあ3よりも全然4の方が取れる人は取れる、で次に大問5番なんですよ。で大問5番がね、僕はね本当に文句言いたいんですけど、年によって難易度にムラがありすぎるなという印象なんですけど、いやだからやっぱ捨てろと教える人がかなり多いですね。そうなんだ。ただまあ大問5番、あの大問だけでも5、6点ぐらいあるじゃないですか。あそこで捨てて、じゃあ5、6点ぐらいが0点になるわけじゃないですか、他でカバーせえって言っても、そうだ、それでさっきみたいに2、3、4でカバーしろって言ってたんだけど、2、3、4もこれ落とすぞって、まあ、特に3ですね。3が落としちゃうから取れないから、まあ何かしらガンと箇所を見つけて、でそこを抽象的に言い換えろとかって言ったりする人もいるって感じですね。大問5番捨てるとさ、大問1から4で7割取ってもダメなわけじゃないですか。もう8割取らないといけないみたいな世界観になるでしょ。まあでもだ、最後の点数が分かってないからね、これ先生によって教え方が違って、そのさ、まず最後のやつが点数が低いって教えてる人もいるから。昔ね40ワーズぐらいだった時がこれ8点って、これオフィシャルに発表があるんですよ、はいはい、そっからもうちょっと点数が減って5、6点ぐらいになるかなと俺は見てるんですけど、まあもうちょっと低い可能性もあるかもしれないですよね。ただまあ3、4点はあるでしょ、あれだけ読ませておいてかな。俺もだから一応はやれとは言うんですよ。24年は文化構想学部の5番がものすごい難しくて、文学部の英語の平均が40点なんですけど、文化構想学部35点なんですよ。あ、これ5番の差だろうなと思いながら見てましたけどね。はい、英語はそんなところでございます。
次に国語の鍵の方に行きたいと思います。で、はい、国語のねやっぱ難易度って何かっていうと平均点の高さです。平均点が50点ぐらいになってくる年ってザラ、75点満点でもうね攻略されちゃってますね受験生に。だからもう逆にこの受験生側としては平均点が50点ぐらいになることはもう想定の範囲内で動かないといけないです。じゃあまあ50点ぐらいが平均点になるとしてもう55点ぐらい欲しいんですよ。なるほど。75分の55ってことはマイナス20点以内に抑えたいって話なんですね。で、マイナス20点に抑えるっていうのがどういう世界観なのかっていうことをちょっとこうお話していきたいんですけれども、文学部の国語の問題全部で24年は問い30まであるんですよ。で、75点満点ってことはおおむね平均すると1問あたり 2,3 点ぐらいの得点かなってところなんですね。そういったこう問題と配点のね配置になっていった時にどこで取るかって話になってくるんですけど、まずねこちらご覧ください。ドン。これね、24年の早稲田文学部の僕の予想配点です。国語の。皆さん、スクショタイムなんで、これ自分の過去問演習に活かしてくださいね。おおむね当たらずとも遠からずです。というか、結構当たってると思います。で、まあ、数字にするとこんな感じで、まあ、おおむね2点から3点の問題が多くて、で、ちらほらちょこっと4点の問題があったりするんですよ。事情があって。ここでいかにマイナス20に抑えるかって話なんだけど、まあ、大問4個あって、単純計算で各大問マイナス5点ずつってなるとぶっちゃけ2罰ずつぐらいしかいけないんですよね。各大問2罰以内結構大変ですよ。で、それをじゃあいかに楽にしていくかって話になってくんだけど、これね鍵があります。まず一つは漢文です。これ共通テストもそうなんだけど、やっぱね漢文って難易度が一定程度下がるんですよ。特に早稲田の漢文もね、ほんとこういけるときは満点いけるし、落としても一罰でくり抜けられる年って珍しくないです。なるほど。だから漢文で満点あるいは一罰で切り抜けるっていうことをちょっとこう目標にしていただけると他の大問がまた急激に楽になるんですよね。ここ漢文がまず一つ鍵、漢文でいけると強いぞっていうことが1点、で次に古文なんですけど、3年ぐらい前までは僕あんまり和歌を重視してなかったんですけど、ただね昨今ねちょっとこう和歌の知識多少効いてくるようになってきたんですよ。だから差つける側に回るんだったら皆さん和歌の知識に関しては枕言葉と掛け言葉、あとねいける人だったら序言葉まで頑張ってほしい。援護は捨てていいから枕言葉掛け言葉マストで、いけそうだったら序言葉までちょっとマスターしてほしいっていうこと、あとね、まあ、一瞬で終わるから折り句と統治に関してもちょっと知っておいてほしいです。まあ援護は捨てる、っていう風にしていくとまあ正解できそうな感じですね。で、掛け言葉もそんなにこうなんかマイナーなやつとかじゃなくて結構どっかしらで見たことあるよなみたいなのばっかりだから、だからまあそれなりにこう古文の問題集やってたら出たことあるんじゃないのみたいなものがしっかり出てくるんで、ここちょっとこうマスターしておいてほしいなと思いますね。結構ここで割と×2以内でいけるかみたいなところは差が出てきそうな気がする。やっぱりね文学部っていう学部の特性上和歌に絡めてくる問題多いっすね、昨今特に。次に、まあ、現代文の方に話を移っていくんですけど、現代文はこれさっきのね配点の中で僕こう3点とか4点の問題とかを設けてるんですけど、抜き出し、挿入、そして並べ替え、この3つに強くなってください。この3つの復習は絶対に丁寧にやるように。こいつら配点でかいです。抜き出し問題とかはいろんな大学入試で見かけると思うので、まあ、皆さんね自分のやってる問題集の中とかでもねしっかりと練習しておいてください。もうね抜き出し問題どんな感じのものが入るかなっていうところまでは考え方なんですけど、最後見つけられるかどうかってもうこれも見つけられるかどうかしかないので、ウォーリーを探せなんですよ。だからやっぱり探す練習、探して見つけきる練習っていうのが大事です。で、あとね並べ替えとね挿入問題はこれ結構早稲田特有な気はするから、例えば他だと早稲田商学部とかでも出てきたりするし、まあ、他の学部の入試問題なんかもねこうやりながら強くなっていけると思うので、文学部の国語って割とオーソドックスなのでスタイルだけで言うとね、そこが文化構想との違いですよね。で、あと最後に文学史、まあちょっと出ない年もあるんですけど、出る時は本当にメジャーなやつが出るから取る人取るんですよ。だからメジャーなやつだけでいいから、もう今日から毎日5分だけです。毎日5分やったら本番絶対できるから、なので毎日5分だけ見てほしいなというふうに思います。そんなところでございますということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my watching.